ポルトガル語キー配列はパソコンおよびタイプライターでのポルトガル語入力のキー配列。ここではパソコンキーボードの配置を主に取り上げる。ポルトガル語キーボード、ブラジル配列ポルトガル語キーボード、ポルトガル配列ポルトガル語キー配列は広く普及しているものではクワーティを基本として A、Z を配置している。また、の位置が LL の右。 日本で普及しているキーボードのの位置にある。ブラジルで使われるブラジル配列と、ポルトガルで使用されるポルトガル配列のクワーティータイプでは2種類がある。ポルトガル語入力では、アセントグラービアセントクーレーブ、アセントアグードアセントアグド、ティューティル、アセントシルクンフレクスアセントセルカンフレックスハットとトレマトレマがデッドキーである。アセントグラービとアセントアグードは、 ブラジル配列では日本で普及しているパソコンキーボードの PP の右の位置日本で普及しているパソコンキーボードのの位置にあるブラジル配列ではシフトキーを押さない場合アセントグラーウィの入力となりシフトキーを押すとアセントアグールの入力となるポルトガル配列では日本で普及しているパソコンキーボードのの位置にあるポルトガル配列ではシフトキーを押さない場合 アセントアグールの入力となり、シフトキーを押すと、アセントグラーウィの入力となる。ティウからとアセントシルクンフレクソは、ブラジル配列では、日本で普及している、パソコンキーボードの、の位置にある。シフトキーを押さない場合、ティウの入力となる。ポルトガル配列では、日本で普及している、パソコンキーボードの、の位置にある。シフトキーを押すと、アセントシルクンフレクソの入力となる。トレマは、 ブラジル配列では、シフトキーを押しながら6のキーを打鍵することとなる。ポルトガル配列は、アルゴはキーを押しながら、日本で普及している、パソコンキーボードのの1のキーを押すことになる。英語その他の言語のクワーティ配列と同様に、打鍵できるが、デッドキーに留意する必要がある。パンの語源のポルトガル語の単語パオは、PAO の順序で打鍵することとなる。 ポルトガル語を表すポルトガル語の単語、ポートゲイスは、シフトキーを押して、P を打鍵した後、ORTUGU と打ち、シフトキーを押して、ハットを入力してから、ES と入力する。歴史、物語をポルトガル語の単語、エストロヤは、HIST を打鍵した後、ブラジル配列では、シフトキーを押しポルトガル配列では、シフトキーを押さずにを入力した後、 ORIA を入力する。ハシーザー配列1937年7月21日に定められた政令により公式なものとなったハシーザー配列が1970年代までポルトガル国内のタイプライターでは広く使われていた。これはクワーキ配列とは全く異なる配列である。アセント・アグードとティウからは ZZ のとなり日本で普及している。 パソコンキーボードの PP の右の位置、日本で普及しているパソコンキーボードのの位置にある。アセントグラーウィとアセントシルクンフレクソは日本で普及しているパソコンキーボードのの位置にある。1970年代半ばより、アザー T 配列に基づく配列も普及し始める。1980年代になり、コンピュータ化となり、ポルトガル国内のポルトガル語キーボードは、 現在のクワーティ配列に基づくものに変わる。現在ではクワーティ配列に基づくものが圧倒的である。ありがとうございます。